はい、皆様、こんにちは。お元気に。ダンス楽しんでいらっしゃいますでしょうか？今回は、ピンクレディさんの有名な曲、UFO というので、初級のサンバを踊ってみました。サンバはね、ちょっと後回しになる種目ですけれども、楽しい種目なので、どんどん踊りましょう。ベーシックステップは、バウンスがあってとても簡単です。では、チャンネル登録もよろぴくお願い申し上げます。それでは、どういうステップを踊っているのだろうという勉強をしたい、なさりたい方のために簡単にスローモーションで解説しておきます。音はなしでスローモーションです。まず最初はですね、ベーシックステップですね。0.2 でやっておりますので遅いですね。はい、左足から男性前進して、1-2です。リバースベーシックムーブメントから、サンバウィスクですね、ホイスクですね。これを、2回しまして、2回目のウィスクで、以前はね、ホイスクとも言いましたが、けれども、まあ今はウィスクというのが一般的ですね。そして、サンバウォーク、in PP ですね。プロムナードサンバウォーク。そしてサイドサンバウォーク。これはボタフォゴにも似ておりますけれども、3歩目の足をずらさないのがずらすのがサイドサンバウォークですね。再び、プロムナードサンバウォーク、もしくはサンバウォーク in PP を踊って、さらに、3歩目をずらす。これですね。サイドサンバウォークを踊りましたら、今度は3歩目をずらさない。ボタフォゴですね。クリスクロスボタフォゴと言いますね。1-2、そしてこれを2回ですね。1-2、1セットします。そうしましたら今度は、ボルタですね。クリスクロスボルタ、1-2-3-4、これを1回します。2人で U の字型にこう入れ替わって踊るステップですね。そしてこれはサンバロックスというやつで、PP になったり、ですね、なったりというか PP のままチャチャチャのようにロックをこう2回します。そしたらまたクリスクロスボタフォゴですね。こういうふうに入れ替わる。クリスクロスというのはバッテンというかペケ印ですね。で、2回目はですね、こういうふうにボルタスポットターンを女性がしまして、男性はステーショナリーサンバウォークをして、よくあるパターンでナチュラルロールなどに入る前に、こうやって向かい合いますね。そしてナチュラルロール、このくねり、くねり、くねり、くねるステップですね。これを2小節、まあ、1セットしましたら、クローズドロックスといって、まあ、ドアがこう、女性がドアになってドアが閉じたり開いたりするステップですね。これをまあ2回して、今回はここで、少し長くなりましたので終わります。全部基本ステップで踊っておりますのでね、楽しい感じですね。こうやって踊りましょう。はい、皆様、ご視聴誠にありがとうございました。そうですね、このように、青春時代の曲とかですね、いろいろな流行歌とかですね、または、童謡のようなものでもいいですね。小さい秋見つけた、小さい秋、小さい秋、小さい秋
なんていう曲でもいいですね。いろんな曲に合わせて踊ってみましょう。チャンネル登録もヨロピクって